これでわかるわ。もしもし。もしもし。あ、もしもし。どうなった？あ、山本と申します。私は夢を叶える魔人です。魔人か。魔人さん、はじめまして。あなたの願い、何でも一つ叶えましょう。え、本当ですか？願いを言いなさい。はい、あ、5、4、3、2、1、ブー。残念。また、会いましょう。いや、魔人さん、ちょっと待って、魔人さん。魔人さん、ちょっと待ってください。はい、魔人さん。魔人さん。はい。一個だけお願いします、本当に。一つだけ、あなたの願いを叶えましょう。はい。それでは。はい。タイミング合わないんで。な、魔人。どんな、信じられないような願いでも、私は叶えてみせます。はい、あなたの願い、一つ叶えましょう。はい。はい、僕の、どうぞ。一つだけ叶えたい願い。あなた、マジンさん、今から願いを言います、私。タイミング合わねえな。はい。マジンさん。マジンさん。あな、はい。一旦僕が引きましょうか。マジン。はい。一旦僕引きますんで。はい。マジンさん、言いたいこと言っていただいて。はい。尾崎清彦の歌を聴かせてくださいっていうのもありますけど、どうですか？あ、結構です。あの、私、はい、私が思っている願いを言わさせてください、はい、マジンさん。あなたの願いであれば、はい、何でも叶えます、はい、私は。はい。それでは。マジンさん、一旦僕黙ります、じゃあ。はい。聞いてください。はい。はい、あ、私からお願い言ってしまいましたね。マジンさん聞いてください。いや、僕が言うんですよ。いや、聞いてくださいね。私は、マジ、はい、私は、マジンさん、マジンさん、ちょっと、マジ、聞いちゃう。山本君、はい、ちょっと黙ってください。はい、僕はさっきから、はい、聞こうとしてるんです。はい、私は、願いを叶える魔人です。あなたの願い、何でも一つ、叶えましょう。どうぞ。はい、先生。はい、それでは私、魔人さんに願いを叶えてほしいのは、私は、結婚がしたいので、いい奥さんをください。はい。はい、魔人さん。わ、はい、かりました。あ、うん、よっと。はい。はい。はい。あなたの願い、叶えました。はい、え？え？結婚しました僕今。え？え？マジ？え？ちょっと。はい。トゥレルルルル。はい。チャチャラチャラ。また会う。あ、かなっちゃった。暇で。尾崎さん。尾崎さん。時まで。尾崎さん。僕、尾崎さんに歌ってほしい願い言ってないんですよ。尾崎さん。どこにいて、尾崎さん。何を見てるの。いや、僕はそうなんですよ。なぜか、寂しいだけ。尾崎さん、聞いてください。なぜか、悲しいだけ。いや、僕の方が悲しいですよ、尾崎さん。互いに、気遣い、すべてをなくすから、二人でドアを閉めて、二人で名前消して、再び何かを心が叶うだろう。山本君、はい、あなたの願いは叶えました。それじゃないです。僕、結婚の方をお願いしました。尾崎さん。歌ってくれた。はい。歌ってくれた、尾崎さん。ああ、間違った願いかな。こういうことじゃないのよ。毎週山本じゃん。いや、本当ですよ。レギュラーみたいなもん。